戦争をする国に変えない、戦争だけはしてはならない。だがアジアの人々1000万人を殺し尽くしたあの侵略戦争、300万人の国民の命を犠牲にした戦争、この苦い苦しい体験教訓から日本は再び戦争はしない、世界に公約、戦後70年憲法9条が世界から日本の信頼を高める力となってきた。それとも